キムイン探していて、はい、クイズ出そうかな。本当にこれ嘘だったらメッキが剥がれてしまう。協力してくれる企業さんを探してるわけです、うん、じゃあ本気でやりましょう。よろしくお願いします。ああ、お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、井上正弘です。大輔です。はい、今日はですね、はい、なんとついについにあの枠が決まります。はい、あの皆さん、あの忘れてませんか？ヒロイン決めることを忘れてませんか？はい、ということで、あの今日ヒロインを何個か大輔の方でちょっとピックアップ探してもらってて。そうなんです、いろいろねちょっと調べて、交流のあるマネージャーさんとかにいろいろ聞いて回って、はい、それとですね、あの一人紹介したいという方がいましたので。なんかいい方がいるんでしょ？そうなんです、あの特撮が好きだという。めっちゃ気になるんですけど、はい、ぜひ紹介させてくださいという。どんな人なの？ね、アイドルです。アイドル？アイドル。アイドル確かにないね。そうなんですよ、だからちょっとね、はい、ここはアイドル枠でしかも特撮好きというのはすごくいい話なので。なるほど、はい、ということで大輔がアポ取ってくれてるみたいなんで、はい、これからちょっと迎えたいなと思います。はい、行ってみましょう。はい、ということで、まあ、まずあのご紹介させていただきます。はい、小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上と申します。よろしくお願いします。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今そのヒロイン探していて、はい、で、まあ、今回のその特撮のちょっとヒロインいい方いないかっていうので、なんかいらっしゃるんですけど、そうですね、めちゃくちゃもう仮面ライダーのことが大好きなメンバーが一人いまして。あ、そうなんですね。そうなんです、ちょっとご紹介。はい、はい、お願いします。あ、プロフィール持ってきてくださったんですね。ちょっとあんまりこれ見せられないと思いますこうやって見ますね。あ、AKB の方なんですね。そうなんです。田口真中さん、はい、あ、出身地神奈川県なんですね。はい、なんか人のプロフィールみたいなすごいなんか緊張するんですけどなんかすごいめちゃくちゃ活動されてますねびっちりびっちりで、びっちり振ってますね、うん、性格的にはどんな方なんですか？そうですね、イメージなんていうんですかね、すごく負けず嫌いな気がします。あ、そうなんですね、はい、負けん気が強いんですね。でも本当に何事にどんな仕事でも結構本当にもううまくこなす、うん、メンバーではあるので、可愛らしい方ですね、うんうんうん、そのちょっと会ってみたいと言ったら、ああ確かに一回もちょっとお会いさせていただけるんですか？全然大丈夫です。ありがとうございます。むしろちょっとなんか本人となんかちょっと話してみたいですね話をね、いろいろと、はい、やってみたいですね。むしろよろしくお願いします。いや、こちらこそ。じゃあちょっと後日あの早ないか決まるの話いやいや、まだ決まってないですから。あ、まだ決まってない、まだ決まってない、待って、実際やる気でもう決定ですか？いや、まあ、まだ本人にお会いしてないんですよ一回ね、はい、会ってあの人となりをね、まあ、そうですね、はい、お会いいただきたい。いやいや、ありがとうございます本当にはい、ということで、今日は、はい、なんとこの間ご紹介していただいた、そうです、田口さん、田口さん、はい、ここに来ているということで来ていただいております。はい、ちょっと横でチラチラ見えるんですけれどもじゃあちょっと早速呼んでみましょうか。はいはい、じゃあ田口さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと僕こっちにずれようかなはい、あ、はじめまして、井上と申します。よろしくお願いします。田口真中です。お願いします。なんかはい、まあ今ピンクの特撮っていう、まあ、まだちょっと題名は仮なんですけれども、うん、これのヒロインを探してまして、はい、で、まあ特撮的ななんか人っていうことで、そうですね、ご紹介されたんですよ、はい、探した結果、はい、はい、特撮好きなんですか？特撮好きですね。あ、そうなんですね。はい、ジオウがきっかけで特撮を見る。え、ジオウがきっかけなんですか？そうなんですよ。え、でもじゃあ結構最近じゃないですか？そうですね、でもジオウでハマって、うん、でもあのジオウって言ったらディケイドみたいな感じじゃないですか。なんでジオウから見てジオウってディケイドみたいな感じかって分かる？分かります。なんかすごい調べたんですよ。あ、はい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 、って調べて、うん、で、ディケイドってことはこう初期を見てないとあんまりこう面白さがわからない。なるほどなるほど、確かに確かにそうですね、ジオとりあえずジオを見たので、うん、こう2期を先に詰めようっていう。はい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 、はい、じゃあダブルからいったんですね。あ、そうです。ダブルとか、うん、まあ、フォーゼとかウィザードとか、はい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 、あとはまあ、エグゼイド結構見てますね。あ、はい、あとはまあ電王とかカブトとかも見てます。はい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 、ここをパーッと見て。え、全部49話とか見たんですか？あ、見ました、見ました。すごい。え、すごくないですか？ちなみにディケイドは見られたんですか？ディケイドはあのー、
見てないんだ。でもなんか20周年の時に、はい、あんま需要と変わんないです。あの2話だけ公開されてたじゃないですか、 YouTube で。あ、はいはいはい、はい、それは見ました。あ、ありがとうございます、はい、いやでも相当でも仮面ライダーが、まあ、特撮好きなんですね、はい、え、戦隊の方は見ないですか？戦隊はまだ見たことがなくて、特撮でも本当に仮面ライダーが好きで、あの石の森漫画館まで行って、はいはいはい、あの写真を撮りにこう巡ったりとかしました。そんなアイドルいる？いいですね、本当に、うん、まあ、ぜひとも本当にお願いしたいところなんですけれども、ただ、はい、うん、やっぱりでもまだ嘘かもしれないんで。まあ確かにね、あの特撮だって今現状わかんないじゃん。だってまあそうですね、実力をまだ知らないですからね。特撮付きの実力を知らないんで、はい、じゃあ簡単なちょっと僕ちょっとクイズ出そうかな、うん、本当にもうこれで嘘だったらメッキが剥がれてしまうんで、はい、じゃあダブル見ました？ダブル見ました。あ、 OK です。そのじゃあダブルからちょっと1問出そうかな、うん、確かに、はい、いや結構簡単ですよ、はい、もう見てればわかる。あ、見てればわかる。なるほど、はい、サイクロンの後はジョーカー。あ、正解。あ、やばいな、簡単すぎたな。じゃあ分かりました。え、カブトは見たんですね。あ、カブト、あ、カブト僕もあの、うんうん、知ってるんで、じゃあカブトの、はい、カブトは1号ライダーと言われてるのがカブトじゃないですか、うん、その相方あーあークワ型の青色のやつですね。あ、お、色は分かってます。やっぱ見てますね、ちゃんと見てますね。ちゃんと見てます。あの警察官の、はい、そうです、そうですよね。はい、あ、いいですね。周りから固めていくタイプね。仮面ライダー？待って、あ、これカブトあんま好きじゃないの？いや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 、カブトあんま好きじゃない。2号ですからね、はい、うん、いや、あれですよね、わかりますよ、めっちゃわかります、はい、弱いんですよね。弱いって言っちゃダメでしょ。あの根性タイプです、ね、あ、まあまあまあ根性タイプ、根性でいく、まあ、確かに剣道装置がちょっと強すぎますからね。そう、うん、あの結構ボロボロになるタイプの人ですよね。そうです、そうです、うんうんうん、青色の、うん、いやこれちょっともう時間切れですね。そうですね、はい、正解は仮面ライダーガタックです。あ、ガタックガタック、いやちょっとこれで1問正解1問ちょっと今失敗ですね。そうですね、はい、どうしようかな。え、何見てたんですか？あとは、まあ、電王、あ、電王か。電王のイマジンの名台詞、俺三条が赤じゃないですか、うん、イエローは泣けるデーじゃないですか。ああ、そうですね、はい、で、くると青は何でしょう？もう本当に無理はい、あれですよね、僕イケメンだからみたいな。あ、そうです、そうです、そうです、僕まで合ってます、僕まで合ってます。君、僕に、あ、なんだっけ、君、僕に、あ、捕まっ惜しい、釣られてみない？正解、正解です。そうなんだ。え、大輔分かんなかった？分かんなかった。あ、もうこれはですね、やはり電話見てないと絶対分かんないんで。俺三条しか、だって俺三条しかやっぱ分かんないじゃないですか、うん、普通は。僕に釣られてみる、うん、ウラタロスが推しメンです、私は。ウラタロス推しメンなら絶対分かんないだろ。あ、でもウラタロスは分かるけど、あ、セリフはちょっとだから、セリフまでね、あのちょっとうろ覚えだったぐらいで、うん、でも当たりましたよ、本当に。え、じゃあちょっと次の問題、ジオ見てたんですよね。ジオ見てました。あ、じゃあジオから問題出そう。主人公常盤壮吾は主人公だと思うんですけれども、はい、常盤壮吾に対して常に不敵な表情でちょっとつきまとっていくキャラクターウォズがいます。はい、はい、そのウォズが我が、うん、魔王。あ、正解です。おー、よくわかりますね。結構本当にガチで仮面ライダー見られてますね。でも私あれ持ってますよ、ライドウォッチ。あのディケイドのライドウォッチ。なんでディケイド見てないの？ディケイドのライドウォッチ。あのジオのなんかベルトを、うん、あのあるじゃないですか、はい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 、あのやつがあるじゃないですか、コンプリートセレクション。あ、ありますね、この CSM。 そうです、あれを全部揃えたいなと思ったんですけど、そうすると結構高いですよ、コンプリートセレクション。そうなんですよ、だからもう初めて見た作品を揃えようと思って、うん、でジオのそのライドウォッチをいっぱい集めてて、それで持ってます。え、すごくないですか、こういうやつですか？あ、そうです、そうです。はぁ、あ、2つつながりますよね。わかりました、じゃあ最後に問題いきます。もうこれ、あのこれ当たれば100点です。お、ディケイドの、はい、ライドウォッチの色、うん、何色ですか？マゼンタ。およすごい。じゃあぜひともちょっとピンクの特撮のちょっとヒロインに
お願いしたいなと思います。いいんですか、逆に。あれ、マサンタって答えられたのも完璧ですもん。そこだけ答えられればね、はい、もう全然大丈夫ですから。ただですね、はい、最後にちょっと1個だけ告げなきゃいけないことがあるんです、はい、うん、今回のピンクの特撮、毎回ヒロインが殺害されるんです。そうなんですか。よろしくお願いします。ということで大輔、はい、ヒロイン田口さんに決まりましたけれども、うん、あのあとちょっとカメラの動画外だったんですけど、そうですね、すごくて、はい、TTFC 入ってるんだね、うん、でそれで見てますみたいな、今それで見てるって言ってましたね、うん、でなんかお兄ちゃんがもともと好きだったのかなって言って、うん、本当だから気持ちよくこの特撮のプロジェクトにはやってくれそうですし、なんか本人の人柄もめちゃくちゃ良かったですし、うんうん、何より特撮が好きっていうので一緒にやれることになってすごい楽しみになりました、うん、はい、ということで良かったですね。良かったですね。とりあえずヒロインが決定して決定しました。はい、はい、また次のピンクの特撮で楽しみにしていてください。はい、じゃねー、バイバイ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会員にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。